ました。さあ、若干暑さでやられているところがありましたけれども、第1試合盛り上がってまいりましょう。さあ、先発出てきたのがですね、山田元気、大戸城の、ハーフ&ハーフのファンですね、はい、対する黒で統一してるコスチュームがドクリルで、はい、でタグチャンピオン、はい、もうタグチャンピオンが、第1試合からいきなり登場ですね。豪華ですね。そうですね、はい、まあ、実力の方は、どんな感じですか。運命の差と言ってしまえば、あ、なるほど、これまでですけど、月と犬の分くらいの差が、ありますからね。あ、まあ、胸を借りる気持ちでね。そうですね、向かっていってほしいですけども、はい、まあ、ただ、山田元気もね、非常に、素早い、大きい動きしますよね。はい、はい、大きいで、さあ、ここで、初注意ですけれども、東京でのですね、前の、通路の方ですね、皆さん、見ていただいているのはありがたいんですけれども、もう少し上げていただけると、ありがたいです。お客様の、通路の、進行の妨げになっておりますので、よろしくお願いします。さあ、どうこう言ってられるんですね。さあ、もうさっき一発ね、そうですね、倒されてしまいました、はい、さあ、おー、きれいドロップキックだ。さあ、ただドロップキックで一発では倒れないところが、はい、さあ、ドクリフです。さあ、ここはバックエルボーで、一発じゃね、やっぱ倒れないですね。そうですね、はい、まあ、山田元気もここでテンポよくですね、どんどん仕掛けていけばと思いますけれども、はい、さあ、こっちからタッチして出てきたのは最近デビューしたばかりのナッシュを、はいはい、本日で、ね、はい、デビュー3戦目ですね。3戦目、あ、4戦目ですね。4戦目ですね、はい、まあ、3戦目、4戦目どっちかもいいですけれども、はい、さあ、さあ、キャリアとしては山田元気と、さあ、ナッシュに、まあ、3年ぐらいがあるところですので、今度はですね、逆に、ラッシュを立つなりの方がですね、さあ、食らいついていきたいところですけれども、はい、やっぱりね、デビューしたんで、ね、捕まってしまってますね。そうですね、はい、これね、今日リング上のマットがすごい熱いんですよ。そうですね、はい、まあ、目玉焼きぐらいなら焼けるんじゃないかと思いますぐらいの温度の中、選手も、頑張っておりますので、こんな中、こういうね、はい、のどもとを締める攻撃、そうですね、体力を奪うことしか考えてないですからね、はい、それにしても、馬骨もですね、はい、寮の、肘に分離、されているですね、うさぎちゃんですか、はい、うさぎちゃんのワッペンが非常に気になるところですね。あざとですね、はい、あざとですね、はい、ああいうところで可愛さポイントを上げていこうとしているところが、さあ、意外な人気の秘密だね。さあ、そうこう言ってる間にレッグドロップ、バス、カウントアツ、喉元にね、2回連続のゴールですね、はい、さあ、そうですね、ナッシュ君たちまでの目がですね、完全に人殺しの目になってますね。完全に熱さでやられてますね。そうですね、まあ、こう、結構ナッシュ君もですね、はい、生活では先輩に噛みつくなんていうところがありますのでですね、それをぜひ、今日はですね、体で体現していただければ、はい、さあ、いい結果になるんではないかと。逆に言ったらね、この山田君は先輩の字を見せてほしいところですけども、そうですね、はい、まあ、いつまでも若手と若手という括りで言われるんですね。そろそろもうワンランク、ツーランク、そうですね、大人の階段をですね、はい、上がっていきたいところではありますけれども、さあ、コーナーを抜けて、ドッグさあ、押し出していった、さらに山田が走り込んでの、さあ、対空式のドロップキック、高さがあるもんね。そうですね、体小っちゃい分高さとか出して、はい、ね、打撃入れ込んでいったら効くと思うんで、さあ、より体重を、さあ、相手に浴びせに行ったところで、さあ、ナッシュもですね、しかしあれだけダメージがありながらもしっかりと、相手を見てですね、はい、さあ、体勢を変えないというところは、まだ、さあ、逆転の目が、1クロノか1クロノかと、楽しみに、なるところですけれども、ちょっとナッシュ選手目つかまっちゃってますね、はいはい、そうですね、まあ、ナッシュ選手って普段みんなからナッシーなんで、そうですね、愛称で呼ばれてるので、お客さんナッシーでいいですかね。そうですね、お客さんの方も、まあ、気軽にナッシーなんて呼んでいただければいいですけれども、さあ、ここで、さあ、これは得意技の、さあ、髪風強烈に決まった、さあ、ここでフォール、さあ、これカウント2、やっぱね、はい、これだけ熱いんで、やっぱお客さんの声援が何よりも近いなと思う。そうですね、はい、さあ、ナッシュを立つなり、なんとかコア返しですね、どんぐり藤江にタッチをつなぎたいところではありますけれども、はい、さあ、かなり一方的に捕まる展開なのか、さあ、音返していって、ドロップが一度あるここは先を読まれていた、さあ、やっぱりドロップが、ここは記録で返していく、さあ、さらにどんぐり藤江の追撃か、さあ、くるっと回って、さあ、得点
でございます。さあ、もう勝ち上げに行ってくれ、クラッシャー、ツー、カウントはツー。さあ、一気に形勢逆転といったところでしょうか。やっぱりね、現タッグチャンピオンだけあって、はいはい、非常にクレバーな戦い。そうですね、もう自分自身 の、 勝ちパターンといいますね、戦い方を、まあ、熟知しているといいますかですね、冷静ですね。はい、ここで山田一気に決めたいところ。さあ、串刺しのエルボーから、さあ、山田君の体育式のフィッシャーマンスープレックスが一発で終わらない。ロコモーションでも一発で、さあ、ファル、ワン、ツー、ストップ。結構ね、大詰めたんですね。そうですね、はい、かなり今カウントが進んでいったところで、山田がもう一発、いや、山田から取ったらね、まあ、金星じゃないですか。そうですね、さあ、ここで大金星を得ることができるのか。さあ、しかし山田も、さあ、山田も負けじと固いエルボーを返していく。さあ、この炎天下のもと、さあ、ここで5分経過、一の張り合い、さあ、バックに寄せて飛び出して、スーパーブレイダー、さあ、ここで山田が腕を上下に落として、さあ、コーナーでたぎって、馬骨が狙うのは、さあ、どうも入れ替わされた。さあ、これは綺麗に変わされ、おっと、なんだ。さあ、この頭としている間に梨を一瞬抜いてほしい。いいですよ、フレッシュですね。そうですね、さあ、その勢いに任せて、さあ、どんどん前に乗って、さあ、やって、おお、もうボディーグラム。さあ、さらにさあ、ジャックリアとね、基本に準備ですね。そうですね、さあ、かなり完璧な体勢で決まっているんじゃないでしょうか。リング中央、逆襟が投げ、腰への終身攻撃。さあ、なんとか山田、これはロープに逃げたいところだが、さあ、さあ、これドンキ吹けてるんで、バコプからの援助もなく、さあ、ロープが逃げるのか、ロープブレイク。さあ、ここでロープブレイク、一瞬で決まったかと思いましたね。そうですね、はい、さあ、かなり体力の消耗が激しい中で、さあ、ここへ来てロングレビューが、ね、入ってきましたよ。あ、非常にまずい山田元気アップ、ドロップキック、米髪をまつめるドロップキック、意識を刈り取っていく。さあ、ここはバコツがカット。さあ、しかしナッシオが必死に落として、さあ、ショーローキック。